さあ始まりました2004年 DB またここでーす。やつでしょ、どうせねえ。そう、お察しの通り、今回は2200年 TV 恒例の企画、ゲテモノシリーズ第6弾だ。今回の食材はブレンズって書いてあるよ。ブレンズって書いてあります。なんだ、冷たいな。おおおおおお、なんだこれ、何？ブレインの方が分かりやすいかな。そいつは豚の脳みそだ。脳みそ、やばいね。え、どうしよう、脳みそなんだろうねこれ。じゃあ早速調理しましょうかね。うわ、トゥルトゥルしてるよ。もう、あ、柔らかいね。もうちょっと表面溶けてる。でもね、この脳の感じがすごい出てるよね。じゃあいきますよ。まずは凍っている脳みそを電子レンジで解凍していく。もう調理の方法わかんないんで、僕が今まで食べたことのある料理、それでまあなぞらえて料理しようかなと思います。見た目、僕見たことあります。これ白子です。白子と粉して白子ポン酢を作りたいと思います。ということで、解凍した脳みそをお湯で茹でていくことに。脳みそを入れていきましょう。つるんといきますよ。はい、すげえなこれ、あくやべえな。なんか黄色い液体も出てきてるし、普段生活してる中では絶対に見ない形だよねこれ。うわ、十分に火が通ったところで水で締めていくぞ。お、あ、すげえ柔らかい。ほらちょっとさ、キッタマ袋みたいになってるこれ。ピーだよ絶対こんなん。言わすなよ毎回毎回さ。そういうの目的なんだろ監督。手が震えてんだよカメラの。求めるよね本当。ほらちょっとなんかほらプルってね、ほらなんだこれ、この先っちょ、これは何ですか監督。触らすな俺にも。おい、お前が勝手に触ってるんだろうが。さあ、じゃあ十分冷えましたよ。よく冷ましたら、はい、水を切って器に移し、ポン酢を入れて完成だ。ということで、脳みそのポン酢漬けですよ。柔らかいですよ。もうほんとまさに白子っていう感じの、この箸を伝わってくる感覚は白子って感じ。じゃあいただきます。あーこれ味しょ、嘘でもうまいって言える味じゃないな。これはなんだろう、牛乳がすごい期間を経て固まりかけてる食感。でも味がね、ポン酢と一緒だったらまだいけるけど、臭みはそこまではなくて、内臓な感じはないかな。どっちかというとレバーに近いかな。レバーのすごいプルプルした感じ。だこれもうちょっとうまくなんかできそうな気がするな。これ揚げ出し豆腐ってあるじゃないですか。揚げ出し豆腐みたいに周りね、小麦粉とかなんか片栗粉とかつけてせいで揚げたらなんかトロトロとしそうななんか感じが。まあ最終的な判断はもう一言で言います、これまずいっすよ。もうちょっとねいい調理法あったと思います。これは僕のミスです今回。もういいです。
もういらないです。口の中ちょっと臭いんで、もそれではまた次回の2200年 TV でお会いしましょう。さよなら。うまく調理したら結構美味らしいぞ。みんなもぜひ試してみてくれよな。